2023年5月、タイ国鉄の寝台列車でタイ全土を旅行しました。コロナで数年行けなかったので、久しぶりの海外鉄道旅行でした。私は在来線の夜行列車が好きで、日本ではサンライズ号しか残っていないのですが、タイにはまだ高速鉄道がないので、長距離列車の主役は夜行列車が数多く運行されています。一部は日本製の旧型車両も運行されており、懐かしい予備車の旅を楽しめます。今回の行程は久しぶりで嬉しくて、全行程6泊のうち5泊も夜行寝台列車としました。気違いじみた行程ではありましたが、夜行寝台列車の旅を満喫できました。このうち1泊がタイ国鉄さん最上級の一等個室寝台の貸切利用、一泊が2016年中国製車両の開放二等寝台、一泊は日本の東急車両で1980年代に製造されたエアコン二等寝台、残り二泊は私の大好きな1967年日本製非冷房で日本国鉄重慶と同じ部品が使われている旧型寝台車を利用しました。一部の寝台車や大きな駅にはシャワー設備があり、就寝前に汗を流すことができるので、衛生上も安心です。今回はその旅の模様を動画でお送りいたします。ご視聴いただきありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございます。今回は夜行列車好きの私がタイ全土で走る在来線の夜行列車をあちこち乗り回しながら、全国を旅行したという、動画でございます。ちょっと気違いじみた行程ですが、簡単にご紹介します。LCC でタイの首都バンコクへ飛びまして、まず初日は、東線に残ります旧型の特急機動車。こちらに乗りたくて東線へ向かいました。夜、バンコクを出発する夜行列車で北線へ向かいます。北線は私初めてだったもんですから、ゆっくり車窓を楽しみたくて、夜行列車は朝の3時にナコンサワンで降りました。ここから先はタイでも珍しい、山岳路線で景色が楽しめるもんですから、ナコンサワンから各駅停車に乗り換えて、朝5時出発の列車で、チェンマイへ向かいました。本当はチェンマイもゆっくり観光したいんですが、なかなか忙しい行程なもんですから、観光は、次の旅行の期間に楽しみにとっておきまして、すぐ駅のシャワーを浴びて折り返し寝台特急でまたバンコク方面へ戻ります。途中アユタヤで降りまして、今度は東北線方面へ向かいます。特急列車でナコンラチャシーマーで降りまして、こっから先は車窓を楽しみたいので鈍行列車に乗り換えました。タイ東北線のナコンラチャシーマーから先のこの奥地というのは、ここの写真にございます、日本のキハ20と同じ部品を使いました日本製の古い機動車が運行されています。ナコンラチャシーマーから先、私はウボンラチャタニーまでゆっくりとこのキハ20の鈍行列車で向かいました。ウボンラチャタニーに着きまして、すぐ夜ご飯を食べて折り返し新型寝台特急、個室 A 個室の貸切利用で、バンコクへ戻りました。そして、次に、ナムトク支線、こちらですね、ナムトク支線に乗ったことがなかったもんですから、ナムトク支線を1日かけて往復しました。ここは、もともとのタイ面鉄道、タイ、ミャンマー、ビルマ鉄道ですね、の、一部残りでございます。ナムトク支線へ、乗車をいたしまして、最後に私の大好きな、1960年代日本製のプルマン式旧型寝台車の残る南線、この、快速夜行列車に乗りまして、東村分岐駅まで、行きまして、東村分岐駅でゆっくり一日を過ごして、また折り返し快速夜行でバンコクへ戻ってきたという行程でございます。ほとんどの動画は、もう一旦 YouTube で公開しておりますので、この動画の解説欄に、URL を貼っておきます。どうぞ合わせてご覧ください。ご視聴ありがとうございます。空港がある
ドンムアン駅からバンス駅の手前で従来の地上線に高架から降ります。その際、右手からちょうど南線の荷物専用列車が並走しました。荷物列車は日本製の超旧型客車が主体で、前から4両目の車は1950年代の近畿車両製の車両でした。今映ってるこの車両が近畿車両製の旧型客車です。ご視聴ありがとうございます。終点のバンコクファランポーン駅に到着します。ファランポーン駅は以前の中央駅で、ここから全ての長距離列車が運行されていました。今回驚いたのが、なんと走行しながら車体の行き先案内板のサボを取ってしまう係員さんだったことです。それではどうぞご覧ください。
それでは、もともとバンコク中央駅だった、ファランポン駅に到着いたしました。ファランポン駅は以前の中央駅で、全ての長距離列車が発着していた駅ですけれども、今は隣のバンスー駅に、中央駅の役割を譲って、これから再開発もされるんだろうなというところでございます。ファランポン駅の東側には今ご覧いただいているような客車を留置する場所が少しありまして、普段使っていない、客車がよく置いてあります。で、そこにもともと日本から移籍した国鉄のブルートレーンですとか14系12系の座席車がたくさん置いてあります。また今回も、同じようにたくさん置いてありました。せっかくですので、一両一両撮影いたしましたので、そちらをご覧ください。そしてその後、私は、東線の普通列車に乗ってチャチュンサオへ向かいます。動画のご視聴ありがとうございます。12系客車は運用を離脱しています。12系客車と14系のブルートレインですね、仲良く手をつないでお休みです。14系座席車乗りたいですね。ムーンライトでお世話になりました。私の大好きな二等寝台車もいます。二等寝台車、この銀色のユニット差しとオリド、もう本当に日本国鉄道12系という感じがします。こちらは元朝風ロビーカー、二等比例棒寝台車、三連の洗面台、三連の鏡、二等比例分寝台車、10系プルマン式の寝台車とよく似た構造、はしごを除くとほぼ一緒です。このはしごちょっと変わった形をしてるんですが、実はよく考えられていてですね、日本人が設計したのかもしれませんが、下の方の下段の方も荷物を置くスペースがあって、そして上の段の方の荷物を置くスペースもはしごと一緒にあるという、なかなか便利な作りです。この座席番号、寝台番号の札は日本と一緒だろうと私は思っています。それからあと、帽子掛けですね、これも日本と一緒だろうと思っています。いいですね、これでまた旅に出たい。またですね、向かいのカフェは営業してるんですね。時間があればちょっとゆっくりしたいんですが、ちょっといつものように時間がございません。これから東線の列車に乗ります。なんかね、イベントをやってるみたいでちょっとうるさいですね。東線の列車に乗ります。それでは、この動画の最後には、タイの東北部奥地で活躍する今ご覧いただいている、日本のキハ20系と同じ部品を使った、1960年代から70年代で日本で製造された、タイのローカル機動車をご紹介して、この動画は終わりにしたいと思います。
この時の旅行の他の動画につきましては、この動画の解説欄に URL をすべて貼っておきますので、よろしければどうぞご覧ください。ご視聴ありがとうございます。ここナコンラチャシーマーは旧、町名がコラートという地方名コラートということで、この呼び名の方が皆さんしっくり来られるそうです。ですので駅名表示にもコラートという表示もあります。正式な駅名はナコンラチャシーマーでございます。
私が乗ってきたキャン20ですね、折り返しナコンラチャシマへ戻ります。ナコンラチャシマ行き最終便です。入れ替え往来往来です。お手洗いです。お手洗いの下についている床下機器、ご存知でしょうか。日本国鉄標準装備品、下水を噴霧する機械ですね。ちょっと散らす機械です。はい、以上です。まだ時間がございますので、車軸発電機とブレーキシューが見えてますね。以前の、バンコク中央駅では出発前にブレーキシューをホームで、旅客ホームで交換していましたが、今はもうしてないと思います。